ネオベネツィアは初夏の爽やかな陽気が続いています。太陽がキラキラで、海も水路もキラキラ。おかげで心の中まで明るくなって、朝から元気全開です。水なしあかり、今日も頑張ります。アリア・ジ・オリジネーション、パーフェクトガイドブック、ドラマ CD スペシャルナビゲーション、明日の妖精たちは。あかりさん、あかりさんってプリマになってもあかりさんだね。ほへ、アイちゃんどういう意味？あらあら、ぽかぽかですね、アリア社長。バイバイ。潮風が気持ちいいです。バイキャバー。そうだ、今日はお手紙をテラスで書きましょうか。パパイ、こんにちは。あれ、アイカちゃん。バイキャバー。何やってんの？うい、メールやお手紙をくださったお客様にお返事を書こうかなって。ふーん、あかりも頑張ってるんだ。そうよね、アリシアさんが引退した今、店を切り盛りしていかなきゃいけないのはあんたなんだから、しっかりしゃっきりしなさいよ。うん、しっかりしゃっきり。そう、そして一日も早く私たちの時代にするの。アイカちゃんすごい意気込みだね。だって姫屋の本店にはあのアキラさんがいるのよ。負けてらんないじゃないの。支店にはローゼンクイーンのアイカちゃんがいるじゃない。恥ずかしいセリフ禁止。なんで？あんたに通り名を言われるとそれだけでなんか恥ずかしいのよ。まあそれはともかく、今日はねちょっと用事があって寄ったの。用事？さ、これ、うん、開店祝いパーティーのお知らせ。あれ、オープンセレモニーは開店初日にやったよね。そうだけど、それとは別に定休日を利用してお祝いすることにしたの。あ、アリシアさんもお招きしたから。え、アリシアさんも？うん、そうよ。ってことで来週待ってるからね。うん、必ず行くね。じゃねアイカちゃん張り切ってますね。わわいきゃー。お祝いか。アリシアさんにも久しぶりに会えますよ。楽しみですね、アリア社長。バイキバイ。もうじき、アイカちゃんのお店に着きますよ、アリア社長。バイバイ、バイバイ、バイバイ。いらっしゃい。よう、あかりちゃん。こんにちは。あかり先輩、お久しぶりです。わー、あきらさん、アテナさん、アリスちゃん、お久しぶりです。みんな早いですね。さあ、二人とも早く座って始めるわよ。はーい。パパパイ。あれ、アリシアさんは？あー、それがね、ゴンドラ協会の会議が入っちゃってダメだって。そうなんだ。私も久しぶりに会えると思って楽しみにしてたんだけどね。うん、仕方ないよね。こーりゃ、寂しそうな顔禁止。あ、うん。ぱっぱい。ちょっと寂しいけど、でもこうしてみんなで顔を合わせるのは久しぶりだから、アリシアちゃんの分まで楽しみましょう。せっかくのパーティーなんだからな。はい。それでは、私アイカ・S・グランチェスタが支店長を務めますこの支店と、皆様のますますの発展を祈って乾杯。バ
皆さん、どんどん食べてくださいね。ポポポイちゃん、このマドレーヌとってもしっとり。こっちのソフトクッキーもです。フィナンシェもバターの香りが上品。ポイちゃん、ポポポイポポポポイちゃん。はい、アキラさんにはこれ、くるみ入りスコーンです。お、くるみ入りか。あ、うん、おいしいな。本当ですか？やったー。それ、私が焼いたんですよ。おお。ところで、アイカ、なんでお菓子ばかりなんだ？うん、これはですね、全部試作品なんです。試作品？なんの？夏の観光シーズンになると、待合室でお待ちいただく時間も長くなるから、その間、お茶とお菓子のサービスをしようと思って。お菓子は、お持ち帰りもできるように、日持ちのするタイプのものにしてみました。ほー。すごーい、アイカちゃん。持ち帰りもできるお菓子を、なんて、でっかい気配りです。うん。本店に負けてらんないからね。あ、もちろん、後輩ちゃんにもね。なんでそこで私が出てくるんですか？今をときめくオレンジプリンセスだもんね。この間の月刊ウンディーネの特集見たよ。史上初飛び級プリマの素顔。ありがとうございます。飛び級プリマ、うふん、その記録私が新たに塗り替えてみせるわ。愛花先輩だってプリマなのに、どういう意味ですか？後輩ちゃんより優秀な後輩を育てて、飛び級でプリマにするって意味よ。次の水先案内業界を担う人材を育成するのも、支店長の大事な仕事だもの。へえ、すごいね、愛花ちゃん。いやー、入社したての頃休みには一日ゴロゴロして、部屋も片付けられなかったあの愛花がな。変なこと言わないでください、アキラさん。事実だろう。あれは、アキラさんの指導が厳しくって疲れちゃっただけで。そう、言い訳禁止。でも今は支店長さんとして立派に頑張ってるのね。はい、それも。あ、そうだ、アテナさん、次回の公演決まったんですか？え、うん、オペラ歌手とウンディーネを両立してるなんて、アテナさんもすごいです。私はちょっぴり反対ですけど。そんなこと言っちゃって。デビュー公演の時、一番うるうるしてたの誰よ。あの舞台、とっても素敵でした。ありがとう。舞台の上でいつこけるかと、ヒヤヒヤしたけどな。冗談だって。アテナは本番に強いタイプだから。アキラさんは、アテナ先輩やアリシアさんのこと、何でも知ってる感じですね。まあ、付き合いが長いからな。もしかしてアリシアさんのドジっ子話なんかもあったりします？ちょっと後輩ちゃん、アリシアさんに限ってそんなのあるわけないじゃない。そうでもないんだな。それが今思い出したけど、あかりちゃんが来る前の日は大変だったわね。え？朝から掃除を4回もやったり。いや、5回だ。それにあいつ、夜眠れなくて、私に3回も電話してきたな。バイチャパパパーイ。え？本当ですか？でっかい意外です。アリシアさんが。それだけ、あかりちゃんが来るのを楽しみにしてたってことね。そうだな。アリシアさんが、私を。あかり先輩？ちょっと、どうしたの？私、初めて会う前から、アリシアさんにいっぱいあったかくしてもらっていたんだなって思って。そんな風に思うあかりちゃんがいてくれたからこそ、アリシアも安心して仕事ができたんだと思うな。そうね。アリシアちゃん、いつも素敵な笑顔だったもの。アキラさん、アテナさん、あかり先輩が来て、
あったかさがでっかい2倍になったんですね。アリアカンパニーは。はい、後輩ちゃん、恥ずかしいセリフ禁止。あらあら、楽しそうね。はい、アリシアさん。覚えてんか。アリシア、お前仕事が忙しいんじゃないのか。会議が早めに終わって、ちょっとだけ時間が空いたから来てみたの。やったー。さあさあ、アリシアさん座ってください。お茶をどうぞ、お菓子もどうぞ、まだまだたくさんありますから。ありがとう。お疲れ様です、アリシアさん。ありがとう、あかりちゃん。よかった、みんなに会えて嬉しいわ。私もです。アリシアちゃん、お仕事大変そうね。講演会とか会議とか大忙しらしいな。確かにいろいろ大変だけど、どれも初めての体験ばかりで発見の連続。うわー、本当ですか。毎日が充実してるって感じですね。ええ、仕事を通じて今まで会わなかったような方とお会いできたり、これまで足を運ぶことのなかった場所に行くことも多くなったし、おかげでまだ知らなかったネオヴェネツィアの魅力にもたくさん触れることができた。ん？どうしたの、アリシアちゃん。今日の会議でちょっと嬉しいことがあったの。今度ウンディーネフェスタといって、水先案内業界各社が共同して行うイベントを計画しているのだけど、アリスちゃんの名前やアイカちゃんの視点のこと、アリアカンパニーの名前がそれぞれの企画で候補に上がってたの。本当ですか。ええ、姫屋の視点の話は会議でもよく出てるわよ。エントランスにも待合室にもバラの花があって、目にも華やかで香りも良くて落ち着くって、ローゼンクイーンの通り名にぴったりのいいアイディアよね。はあ、ありがとうございます。ギャイーン、アリシアさんに褒められちゃった。よかったね、アイカちゃん。ポパイチョパイ。アリシアさんのおっしゃる通り、アイカ先輩の気配りが随所ででっかい光ってますよね、この視点。でしょでしょでしょ。アリスちゃんの噂もよく聞くわ。ソーダの安定感はもちろんだけど、カンツオーネがとても素敵だって。爽やかで可憐で。そうなんですか、ありがとうございます。よかったわね、アリスちゃん。二人ともゴンドラ協会のお墨付きをもらったんだ。これからも気を引き締めて頑張れよ。はい。で、アリシアさん、あかり先輩のことはどんな風に？私？あかりちゃんはね、初めて会ったのに初めて会った気がしない、ふんわり気分にさせてくれるウンディーネさん。ふんわり気分ですか？ええ。アリアカンパニーのゴンドラの上はネオヴェネツィアの隠れた名所なんていう役員の人もいたわ。あかりちゃんの幸せな気分も楽しい気持ちもお客様が一緒に味わっているのね、きっと。なんだかこそばゆいです。でっかいあかり先輩らしいです。あかりちゃんなりのアリアカンパニーが認められつつあるってことだな。素敵ね、それ。あかりちゃんそのものがアリアカンパニーの色なんだもの。その調子で頑張んなさいよ、あかり。はい、頑張りますね、アリア社長。バイチェーバイバイバイ。
今日は後輩3人の評判も聞けたし、なかなかいいパーティーになったな。ええ、ほんと。私も久しぶりにみんなに会えて嬉しかったわ。アリシアさん今日こんなに贅沢な時間を過ごせたのも、アイカちゃんが招待してくれたおかげよ。ありがとう。え？あ、いや、そんな。まるであの頃に戻ったかのような気持ちになれて。でも、時はちゃんと動いていて、こうしてまた新しい素敵なひとときをくれた。とても素敵で、贅沢なことよね。あの頃も楽しかったけど、今も楽しい。アリシアさん。アリシアさん。あひ、アイカちゃん、泣いてるの？泣き虫さんのところは、相変わらずですね。わわわいかい。うるさい。おいおい、湿っぽいな。せっかくのクッキーがしけるぞ、アイカ。そんなにダダ泣きしてませんから。やっぱり通り名は泣き虫セレナーデにしておけばよかったかな。ぬな、泣き虫セレナーデ、でっかいお似合いだったかもしれませんね。わいよわいじゃいやいけない、私そろそろ戻らなきゃ。なんだ、もう帰るのか。残念です。ごめんね、この後もまた会議なの。これから夏の観光シーズンだものね。アリシアちゃんもいろいろ大変ね。お体には気をつけてくださいね。ありがとう。あの、アリシアさん、今日は何で来ましたか。え、徒歩だけど。あの、よかったらゴンドラ協会まで送らせてください。あかりちゃんが漕ぐゴンドラに乗るのは久しぶり。ファイ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 ちゃい。ちょっと緊張しちゃいます。このゴンドラ大切にしてくれているのが分かってすごく嬉しいわ。最初は乗るたびにドキドキしてたんですけど、今ではこの白いゴンドラさんともすっかり仲良しさんです。あ、もちろん黒いゴンドラさんも手入れは欠かしてませんよね、アリア社長。バイバイ。あらあら。ねえ、あかりちゃん。はい。あかりちゃんもそろそろ新人さんを迎える時期ね。はい。どうしたの？いえ、なんかこそばゆくって。あらあら。その気持ちわかるわ。あ、ん？どうしたの？いえ、あの、私まだまだなんです。本当はまだまだ。ふとした瞬間なんですけど、例えば朝ごはんを作っている時とか、スケジュールボードをチェックしている時とか、アリシアさんがいたらいいな、いてくれたらなって。あかりちゃん。あ、すみません、本当にダメダメですね、こんなんじゃ。ううん、そんなことないわ。というか、実はね、私もそうなの。え？
リアカンパニーを離れて心細いって思ったこと何度もあるのよ。こんな時あかりちゃんやアリア社長がいてくれたらって。アリシアさんが。おいちゃん、でもね、そういう時は思いっきり懐かしむことにしたの。その時楽しかったことや驚いたことは全部今につながっているんだもの。一つ一つの思い出が今の私に力をくれる。思いっきり懐かしむ。うん、だからね、変わっていく今も大事にしなきゃって思うの。明日の自分が笑顔でいられるためにも。はい。アリシアさん、ゴンドラ教会に着きましたよ。ありがとう、あかりちゃん。ここにアリシアさんの素敵な未来がいっぱい待ってるんですね。そうね、未来の自分に出会うのがとっても楽しみ。でも今の仕事が素敵に感じられるのもきっとあかりちゃんやアリア社長と一緒にアリアカンパニーで過ごした日々があるから。それは大事な大事な宝物です。私も未来の自分に会うために思いっきり懐かしんで、そして前に進みます。うん、私も頑張る。あかりちゃんと新人さんの新しいアリアカンパニーを楽しみにしてるわ。アリシアさん、パパイケパパイ。お互い頑張りましょうね、あかりちゃん。はい。あかりさん、ネオベネチアの素敵は明日に向かってこれからもどんどん広がっていくんだね。それはきっとあかりさんやアリシアさんやみんなが今を楽しんでいるから。ネオベネチアの未来はもっともっと素敵でいっぱいになるね。はあ、早く行きたいなぁ。